じゃあこんにちは。さあ、豊さん、はい、青柳投手がポスティングでのメジャー調整の表明されましたね。面白い面白い面白いと思うよ、うん、やっぱああいう変則っていうのは、うん、まあ、先発っていうのはなかなか考えづらいけど、はい、だから中継ぎに入れるとやっぱこう目先を変えるという意味では非常に面白いと思うよ、うん、いわゆる、まあ、ワンポイントというか1イニング、そうだね、そうですよね、うん、だから価値は出てくると思うよ。そうですよね、うん、いや、青柳投手はここ数年やっぱりメジャーに行きたいという気持ちがあって、はいはい、球団とはそのいろいろ話し合いを続けてきたということなんですけれども、はい、まあ、外には一切漏れていなかったので、まあ、そうだね、はい、まあ、でも、なんて言うんだろうな、まあ、日本でいれば先発というイメージが強くて、はい、まあ、中継ぎというイメージは全くなんか持たないじゃない、はい、うん、だけどアメリカに行くんだったらやっぱこう、まあ、1イニング、まあ、中継ぎの、はい、っていうように考えると、うん、なんか働き場所はいっぱい出てくるような感じはするけどな。そうですよね、うん、例えば国際大会 WBC でも、例えば以前であればサブマリンの渡辺俊介投手が、はいはい、例えば最後ピシャッと例えば1イニング行くっていうことによって、はい、その速球だったり、はい、そういったピッチャーが多いメジャーリーグの中でこう、うん、わ活躍はこう ワンポイントとか1イニングでいけるっていうサイドっていうのはあるんですか、ね、まあ、あるやろな、うん、まあ、それとなんていうのかな、やっぱ変則っていうのが大きいよな、うん、うん、でボールがよく動くっていうことが、はい、だからやっぱこうタイプが全然ガラッと変わると、はい、やっぱ打ちにくいしな、まあ、それとやっぱこう外国人って慣れてないよな、変則とか、うん、はい、それとバットの軌道っていうのがさ、なんか中川もそうだし、はい、青柳もそうやし、うん、なんか変則に合わなくなってきてる軌道なんだよね、あ、今は、はい、いやだから価値が高くなると思う。おすごく楽しみではありますよね。まあそうだね、まあ、先発長いイニングを投げるとちょっとボロは出るかもわからないけども、はい、短いショートイニングだったら、はい、多分大丈夫だと思う、はい、そうなんですね、うん、やっぱりメジャーへのきっかけというのは最初はオリンピックから始まったと、はい、で全く通用しなかったというのが悔しかった、はい、その後国際大会も出たいなと思っていたんですが出られていないんで、まあ、話す機会はなかったですし、でもやっぱりその後タイトルを取ったりとか日本である程度活躍させてもらったぐらいから別の野球があるんだったら経験してみたいなというのはずっと思っていました、うん、まあ、そうだよね、アメリカ行ったら雨もそんなに降らないだろうけどそうですね、そう、アメリカさんからカレーさんになるかもわからないし、そうですよね、うん、で中に入るってなると、うん、やっぱいい活躍は俺はできると思うね。そうですね、うん、ただその離れするとか、うん、まあ、緊張があったりだとか、うん、まあ、もちろんメジャー行って緊張しないかっていったらそんなわけじゃないけども、うんうん、やっぱ慣れる期間っていうのがたくさんあるし、はい、やっぱこうなんていうの、短期間で勝負しなきゃいけない、調子も維持しなきゃいけない、上げなきゃいけないってなるとさ、うん、それは難しかったかもわからないけども、メジャー行くとやっぱ年間通してキャンプやったりこう年間通してやるわけだから、うん、まあ、それなりの結果は俺は出そうな気はするけどね。おー、若干ここ数年、この2年ぐらいはなかなか日本で、まあ、タイトルから遠ざかってしまったりファーム行ってしまったりっていうふうに、まあ、ご本人もこの2年間はちょっと結果が出なかったとは言っているんですけども、うんうん、ただ怪我とか体の衰えは感じてはいないと話されているので、やっぱりメジャーでちょっと環境を変えて、うん、何かいい具合に、そうやね、うん、だからまあ力がなくなったとかっていうよりも、やっぱエース同士の投げ合い、うん、青柳だったら、うん、まあ、やっぱこう先発の一番手とか、はい、エース級で扱われるから、まあ、相手もエースだよね、はい、それとやっぱこう慣れっていうのがあるよね、うん、やっぱ青柳に対しての、はい、それとやっぱデータ的な対策、まあ、例えばこの左バッターを入れるとか、うん、まあ、やっぱ対策されると、まあ、変則っていうのは結構苦しいところがあってみたいなところもあるし、はい、うん、あれが中継ぎだと日本でも十分通用すると思うけどもね、うん、そうですよね、うん、でも青柳は日本にいる分にはやっぱ先発でやりたいだろうし、うん、でもメジャーに行くんだったらそこらは妥協点として、うん、まあ、中継ぎも受け入れると思うしね。そうですよね、うん、あとやっぱりそのお金ではないというふうに言っているのが、いや、お金もらった方がいいよ。あ、もらもら、いや、それはモチベーションだから、うんうん、それは日本人がたくさん行ってて、うん、日本人の給料も大体出てて、うん、それに準ずるっていうことは難しいかもわからないけども、はい、やっぱもらうものはやっぱね、お金じゃなくてその責任を買った、うん、もらった方がいいよ。
あ、評価という意味で、それを責任を背負って投げるってことですよね。お金はいくらでもいいって、バタッてくださいって、うん、本当にできるかって、まあ、いや、ね、絶対できないから、そんなね、きれい事言わなくていいから、うんうんうん、いや、お金で行った方がいいよ、そう、まあ、お金は1円でも高い方がいいよ、そうですよ、ね、いや、その方がやっぱね、モチベーションとして責任を果たせるという。はい、こともあるしね。そうですね、うん、あとはあと1年待てば本来は国内の FA 権など取れたけれども、はい、そこももう別に関係ないと、うん、で、家族は日本で自分一人で、アメリカに単身で行きますと。で、英語はもちろん喋れませんと、うん、いうふうにも言って、まあいいんじゃない、まあ、なんとかなるよ、野球やりに行くんだから。まあそうですよね、まあなんとかこうね、まあ一番早いのは通訳をつけないで、うん、やるのが一番言葉は早いだろうけども、はい、まあだけど何言ってるかわからない中で やるっていう危険はあるよね、うん、ただヤジはあんまりわからないので、もうそれはわからないので、それはなんかいいのかなとか、まあ、やじられるのかどうかわからないけども、うん、まあわからない方がいいよな、ね、まあわからない方がいいっていうよりも、いや俺はできそうな感じがするもん、うん、それはやっぱ監督の使いどころとか、うん、やっぱそれなりの気は使ってもらわなきゃいけないよ、うん、はい、うん、だけど俺は全然できないとは思ってないし、うんうん、あとは例えばそのお金とか、例えばその今いるタイガースでの地位とか、うん、本来来年までいれば国内FA権取れて、さらに例えば高額な契約とか、うん、おそらくできてたでしょうが、そこもいらないから、とにかく挑戦したい、マイナーからでも這い上がってでもメジャーつかみたいっていう思いも話されていて、そう、うん、なのでそのなんでしょう、マイナーからでもいいっていう、日本でのチームもいいって、まあ日本で言っても、うん、そんなに FA 市場で騒がれるかなというと、うん、まあ、来年が勝負だけどね、はい、まあ、だけどそれよりは俺アメリカの方が稼げるんじゃないかなって思うよ。青柳投手にとってはちょっとメジャーの方が稼げるとか合う可能性が高いってことですよね、うん、まあ、その方が、うん、面白いと思う、うん、必要とされると思う、うんうん、だから楽しみやね、青柳見るのはね、楽しみです。あとはやっぱりファンへの感謝というのも述べられていて、はい、やっぱりこの2年間なかなか成績を残せなかったというのは自分でもまあ悔やんでいると。ただあのメジャーで活躍することがファンへの恩返しだと思っているので頑張りますというふうに、まあまあそうだ、はい、話してもいます。まあ、やっぱり岡田監督、うん、まあ、青柳をこう信頼して最初の方は使ったけども、うん、まあ、こう岡田監督が悪い、青柳が悪いっていうんじゃなくて、うん、やっぱこう力を出しやすい監督とか、あ、ありますね、出しにくい監督とか、やっぱね、働きやすい、うん、働きにくいっていうのはあるよ、そりゃ相性ありますよね。いや絶対あるって、うん、だから、まあ、2年間というスパンでちょうど、うん、働けなかったけども、はい、まあ、だけど俺力が落ちたとは全然思わないし、やっぱりポイントになる試合っていうのは青柳が行って抑えたっていう、うん、本当に大事なとこ行ってね、はい、そういう印象あるし、うん、だからなんていうの、こう力が落ちたとかそういうことは全く感じなかったもんね、うん、だから、まあ、十分、まあ、いけると思うけどな。あと青柳投手、その横投げと下手投げのちょうど間、はい、まあ一応ね、うん、アンダースローの中でもちょっと高い、ね、はい、上目っていうことですね、上目っていうのがまあまあちょっと違うよね、うん、ああいったピッチャーっていうのは日本でもどうなんですか、その似てるのはその中川投手、いや中川もうちょっと下だよ、ね、あ、もうちょっと下、うん、あ、じゃあもうちょっと上なのが青柳さんじゃなくて青柳投手ですか。そう、ああ、いやだから青柳もあれだしメジャー行けるだろうし、うんうん、中川とか、はい、高橋礼なんか巨人でくすぶってんだったら、はい、もうメジャー飛んだった方が働き場所があるかもからんな。アンダースローはそうなんですかね。だからね、こうやって煽り出すとバッターってやっぱ下からの接点とはあんまないんで、あ、そうなの、逆にちょっと上から出さないと接点がないというか、うん、まあそういうことなんで、だから高めなんかをうまく使うと空振りが結構取れるかもからな。そうですね、チャンスは十分にありますよね。あるある、うん、だからもうそういう面では面白いって。ただいたちごっこだからね、うん、やっぱこうやられたらなんか対策して上から叩いてくるとか、はい、レベルに振ってくるとか、うん、まあ、そういう対策はして、まあ、おそらくしてくるとは思うけども、うん、まあ、そんなに簡単には打てないよ、うん、なかなかね、あれだけボールが動くとね。そうですね、まあね、今メジャーでの日本人投手の、その株というか市場は上がっていると評価が、
上がっている中で、今シーズンは、まあ、菅野投手、それから小笠原投手がもう実際にメジャーに行きたい、行くと表明していて、そしてここに来て青柳投手もポスティングでというふうに言われていて、あとカープの栗投手もなんていう話もちょっとちらほら出てきてはいるんですけれども、やっぱり軒並みやっぱピッチャー陣が行きますね。No. うん、もう話があったら 1年2年でも行って経験するっていうのはすごい財産になるし、はい、まあ、それなりのお金をもらっていくんだったら、うん、やっぱもうすぐ帰ってきてもまだできるだろうし、うん、まあそうですね。いやだからいい世界だよね。あ、うん、今あの投手の評価っていうのが日本人のすごく上がってますね、うん、やっぱ精密機械のように投げるからな。そうですよね。やっぱメジャーの、ね、ピッチャーとやっぱ山本由伸投手のこのピッチング見てもやっぱり違いますね。ね、まあ、まあ由伸はまた違うよ精密度も精密度も速さも力も違うから、まあそうね、まあ、ダルビッシュもそうだし、はい、それは違うよ。そうです、ね、ただやっぱ甘くなったら簡単に打たれるということやな、うん、どんな速くても、はい、うん、だからそうやな、まあみんながみんな通用するかっていうとそうではないけども、はい、まあでも結構な範囲でメジャーで通用するピッチャーは日本にいるよなと思うよ。そうですよね、うん、これから続々とまた日本人ピッチャーが、まあ、ポスティングであったりとかそういったところで海外挑戦するのかなっていうふうになってきましたね、うん、また、うん、まあ、楽しみやけど、うん、日本のプロ野球がすっかすかになったら困るなきっとまた出てきますよ。すごいピッチャーが下からどん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 ちょっとね、あのどこのチームに行くのか、はい、まあ菅野はな、なんかパドレスがどうのこうのとか書いてあったし、ね、もしそれ本当ならね、ダルビッシュとか、ダルビッシュ投手とか松井裕樹投手と、いや面白いよこれが。これでまたドジャースとパドレスなんかね、いや面白いと思う。ディビジョンシリーズで対戦したらそれはあれだけのピッチャーだったら、うん、ダルビッシュに、うん、どういうふうにやったらいいっていうのをすぐ聞けるしな。いい環境ですね。それはいい環境だよ。そうですよね。さあ青柳投手はどのチームユニフォームを着ることになるのか、はい、楽しみです、はい。